皆さんこんにちは、りょうかです。今日はですね、冬服購入品を紹介していきたいと思います。展示会でオーダーしてたもの、アウターとかがね、届いたので、それをご紹介したいと思います。はい、まず1個目はアウターではなくてニットカーデなんですけど、こんな感じの結構大胆な花柄のニットカーデなんですけど、これはアメリで展示会でオーダーしてたんですけど、いただきました。もうね、めちゃくちゃ可愛い。あとね、このニットは普通のニットカーデと違って、ここにね、裏地がちょっとこうポリエステル系のニット素材ではないチクチクしない感じの裏地になっていて、でめちゃくちゃ分厚いです。なので超あったかくて、そう、めちゃくちゃあったかい、かつチクチクしないっていう優秀な子なんですけど、こんな感じのニットカーデです。ちょっと結構私は羽織として着ることも多いんだけど、上をねもうがっつり締めちゃってトップスとしてもね着れるぐらいのボリューミーな感じで、お尻が隠れギリ隠れないぐらい、私はこんな感じのカーデです。からはかわいいよね、ブラック、ブラウン、ホワイトの3色のお花柄でできたカーデなんですけど、めっちゃあったかい。このモケモケ感がめちゃくちゃかわいいんですよ。もうね、インスタではね、とっくの結構前にインスタがやっぱね、こういう購入品とかはなんか最速で上げやすいから、YouTube ってなるとね、やっぱしっかり時間作って撮影して編集してアップってなるんで、ちょっとなかなかね、もうすでに完売してるものもあるかなって思うんですけど、はい、ですが紹介しておきます。結構アメリのニットカーデは毎年チェックしてます。毎年可愛いのがあるので、毎年何かしらチェックしてるので、はい、今年も買いました。そしてアメリでね、もう一個オーダーしてたんですけど、それがこちら、また柄物なんだけど、じゃーん、こんな感じのね、なんかダルメシアン柄なのかなとか思ってたけど、なんかよくよく見たらダルメシアン柄なのかなって思ってたんだけど、よくよく見たらなんか若干花柄っぽい気もするよなみたいなやつなんですけど、これをね、着てった日にね、アメリですよねっていうアメリっぽいって言われる。そう、アメリの新作をチェックしてなくてもアメリっぽいって言われるようなそういう大胆な柄がやっぱアメリは可愛いんですよね。じゃん、結構ベーシックなチェスターコートとかも持ってるから、そう、なのでこちらにしました。可愛くない？長さはそれぐらいで、膝下ぐらいの感じです、私で。なのでそんなにめっちゃロングって感じでもないので、割と低身長の方でも着れるんじゃないかなってぐらいの長さです。で、結構お袖も大きめなので、中にスウェットとか着ても全然、裏着物のスウェットとか着ても全然平気なぐらいなので、まあね、はい、この子は大事に使おうかなと思います。これもね、なんか表面ちょっとシャギーっぽいというか、毛羽立ち感があって可愛いんですよ。なんかこういう柄物はね、やっぱアメリが可愛いんだよね。そう、はい、これがアウター。今年買ったのはアメリでね、前回の購入品紹介でもアウター2個紹介してて、なんでなんだかんだ買ってるね、そう思ったら。これも、はい、新しく届きました。今回ね、実際買った量は全然そんな多くないんだけど、一個一個が重めのアウター系なんで、感じですね。はい、そして次にトゥデイフルの展示会で頼んでたものが届いたんですけど、これは何でしょう。じゃじゃん、こんな感じのポンチョのニットを買ってみたんですよ。かわいいと思って着るとこんな感じになるんですけど、首元がすっぽり覆われて、かわいくない？この感じで、
こんな感じです。あれみたいじゃない、あのさ、キングダムの天、キングダムの天風なんですけど、こうやってポンチョでこの辺がすっごくあったかくなるというものです。なんかね、私的になんかオールブラックのものだったりとか、まあ今みたいなコーデも可愛いんだよね。こんな感じで可愛いなって思ったのと、なんか首元が寒い時にいいなって思ったり、あとなんかワンピースとか、なんかシンプルなワンピの上とかにも着るだけで、なんかこうワンピがまた違った服に見えるというか、なのでコーデの幅的にはめちゃくちゃ広がるかもって思って買いました。これにデニムとかでも可愛いしね。なんかこうやってお団子結びとかで後ろくくっても良さそう。そして次もう一個トゥデイフルで大きめのね、もう久しぶりにこんななんかでかいアウターの買い物したなって、去年ねなんかそんなに買ってなくて、なんか一昨年クラネでベーシックなブラックのロングコートを 7,8 万ぐらいのやつ買ったんですよ。で今年はで去年はそんなに多分買ってなくて、まあ、ファーコート作って結構それで満足してたっていうのもあるし、そうなんですけど、今年はねこちらの大きなアウターを買ってしまいました。まだタグもついてます、開けてないから。こちらトゥデイフルのダウンのね、でっかめのダウンアウターみたいな感じののオリーブを買いました。なんと6万6000円でございます。めっちゃ可愛いと思って、そうこの子は頼んだんですけど、ちょっと着てみます。なんかいやでもね、でもやっぱ暖冬ですよね。なんかあったかいよね。私マジさ、なんかこういうなんかさガチ防寒アウターみたいなのって実は持ってなくて、そうなんかちょっと前だとさ B3 コートとかさ、そういうなんかなんかこう米軍系のガチ防寒アウターとかが流行ってたんですけど、私がエモダで働いてた時とかかな、なんだけど最近マジ暖冬すぎてさ、なんかそんなにガチアウター必要ないかなって思ってたんだけど、これはちょっとあまりに可愛かったし、まあなんか一個持ってたらいずれなんか韓国に旅行行くとか、なんかちょっと寒いさ北海道に行くとかなった時も使えるかなと思って買いました。北海道行きたい。私ね、なんかそんなに韓国ブームって感じに乗っかれてなくて、どっちかっていうと北海道行って海の幸を食べまくりたいというタイプ。じゃん、長さはこんな感じで膝下ぐらいなんですけど、とっても大きいこんな感じのアウターで、ファスナーとこのマジックテープがあるのでしっかりすっぽり入りますみたいな、どんなに厚着しててもしっかりすっぽり入りますよ系です。あ、これキャンプとかいいね。キャンプとかに行くとき、よい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 よ、可愛くない？これでもここまでチャックで一応閉まるんですけど、はい、そしてこれで服系はね、なので大型が4つって感じなんだけど、でね、もう一個ね、最近ね、セールで買ったやつがあって、めっちゃお気に入りの、でももう動画撮影までに間に合わないと思ったから諦めたんで、まあそれははい、またおいおい紹介するか、またインスタの方をね見ていただければと思います。はい、そして最後こちらバッグです。こちら可愛くない？じゃじゃじゃん、こんな感じのレザーの巾着系のバッグを買ったんですけど、これはザ・レザーエディットっていうあのブランドさんのものなんですけど、なんかこのレザーの白黒とかそっち系と、あとなんかモコモコのグリーンとかパープルとかいろいろあったんですけど、私はって迷った結果白のレザーにしました。なんかこれぐらいの大きさで、私 MM6 の黒のレザーのバッグ持ってて、なんでマジで黒か白か本当に悩んだけど、まあ、結果白にしました。春もねこれで持てるしね、可愛くない、ね、結局これぐらいの結構キャパがあるんですよ、中が大きくて、これぐらい大きい方がやっぱね持ち歩くよねっていう、なんか
あとね、最近買ったものもう一個あったわ。じゃじゃん、テクラのハンカチ買いました。これはあのトゥモローランドとかにセレクトで置いてあったりするんだけど、東京はね、なんか私が行った店舗全然置いてなくて、福岡帰った時にあのセレクトショップ行ったらたまたま売ってあって即買いしたテクラのハンカチ。もうね、ハンカチもお財布もこのカメラも、カメラのスタンドも入るんですよ。だからやっぱね、大容量な方が使いやすいなって思って、持ち歩く率が高い。ジルサンダーの細長バッグも可愛いんですけど、やっぱどうしても持てるサイズ感がもう財布とリップかと、なんかカメラも入れれるけどギュウギュウで、スタンドとかは入んないから、なんか結構やっぱ選ぶから、このなんか大きさのバッグをこの子を買ってからは、この子がめちゃくちゃ活躍しております。あとね、ちょっと購入品ではなくてこれいただいたものなんですけど、最近めちゃくちゃすっごい運命的な出会いをしたものがあって、リップこれね、私ちょっと運命的というか、なんかときめいたんですよ。まずパッケージが、なんかこれ結構イヴ・サンローランのなんか50年前とか昔の、なんかほんと昔の売れてたデザインをなんかリバイバルみたいな、復刻みたいな感じでやりましたみたいな。でこのイヴ・サンローランのロゴがさ、ここについてるのがまず可愛いじゃないですか。でなんかイベントにね、お仕事で行った時に見つけた色なんですけど、この色がめっちゃいいの。 NM っていうルージュピュールクチュールの NM っていうカラーなんですけど、今ねつけてる色なんだけど、もう本当に可愛くて、ちゃんとリップクリーム塗って上から塗ってもしっかり発色するし、重ねればちょっと濃くなるから、でもそれでも2度重ねぐらいで十分って感じで、すごい良くて、あのヌーディーで、ヌーディーなんだけどちゃんとブラウン味の発色もあり、でもブラウンすぎない、ブラウンすぎるのもさ、ザ・モードって感じで結構強めになっちゃうから難しいんですよ。なんでこのリップすっごいお気に入り今ですこれもね紹介してきます。はい、てな感じで YouTube での購入品はもう来年になっちゃうかなって思うんですけど、また次の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。